はい、で2019年11月7日本日の仮想通貨時価総額上位10トークにドル円の相場交差します。順番に仮想通貨の時価総額からいくと、前日とそれほど差がないアメリカドル換算の251ビリオンと、さあ全体的に見るとマイナス 1-2% 減少が目立って、ステラが 6% ぐらい、まあ中でもね、下の方行くと狂った数字出したのがテゾスが 27% と、何をやらかしたんでしょうかというとこなんですけど、仮想通貨時価総額上位が全体的に下がっとる割にはそんな時価総額が下がってないっていうのが特徴だよなということで、で日本円換算の時価総額いくと、こちらもそれほど前日と差がない27兆3656億と。では順番に時価総額1位のビットコインから見ていきましょう。週足20名120名角度変わりなく、ロウソク的な立ち位置もそんなに変わってないということで、やっぱ立ち位置は変わらんすね、相場環境的にも。近いんだけどね、20名がね、近いんだけど全然動かんというところで、ここの週で蹴りつけれるかと思いきや、というところですね、下の方の足がどうなっとるかというところで、で、日足いきますと、ここも変わらんすね、20名はまあまあ角度ついてきて、逆に120名が緩やかに下げつつ、ね、三角ホニャララのような状態になって、ロウソクに関してもそんな高値更新、安値切り下げはなくて、120MA にこれ近づくって言っても、このまま行くと高値更新しんことにはね、やっぱ抜けていけるわけではないですし、どっちへ動くかですかね。超えてほしいところと超えてはいかんところをどっちが先にこ抜けるかというと。で、4時間行くと。こちらがね、抜けそうでなかなか抜けれんのが、一応現在地に関しては、20MAを若干ロウソク下抜いとるんですけど、ただここら辺の範囲内で動いとるもんな。この辺りとかな、結構いけるんじゃねえか、いけるんじゃねえかでね、102万とかあたり行くんですけど、行くんですけどね、どうしてもここら辺がなんか抵抗性になって、また下がってきて、現在が100万ぐらい、99とかも見えたりして、ただ日足目線からは完全に変えられるんで、まあ安全地帯なんですけど、4時間のこの20をどう打破していくかですよね。多分他のトークンもなんか値、ね、動き前日幅の感じからいくと、そんなイメージを想像するんですけど、ということで、はい、と次はイーサー。週足25目水平な 7MM 同様、ロウソク少し頭出しとるだけで、前日比はマイナス 2% 弱ぐらい、相場環境的にはほとんど変わらんすね。まあ当然離れとるとこなんですけど、こいつが右下向いとるのが嫌ですよね。まあさすがに週の九州危機感なんだっていうとこありますけど、ここだな、やっぱな、遠いかどうかなんですけど、レンジ臭いとこはまだまだ続いとるとこで、この足目線では。で、日足いくと、ここまではなんとかいいんですよね。というのは 20MA 緩やかな右上、7MMも右上向いて、一応ロウソクはその上にいて、 2% 弱下げたって言っても、まだまだ日足目線では十分に安全圏内ですもんね。週足レベルでどうのこうの蹴りつけれるかというところで、で4時間いくと、25名角度変わらない右上も現在地では7名下抜いて、ちょっと触りそうなとこっすか。それでも25の上におるんだから、ビットコインとかより楽なとこだろうな。ただ綺麗に上げてけそうで上げてかんっていうのは、まあ続いとるとこはどこもかしくも多分一緒でしょうねというところで、はい、ということで次はリップル。週足25名緩やかな右下、右下になったなこれな、 7MA の角度は変わらず緩やかな右上、一応ロウソクその真ん中にいて、どっちにも行ってしまいそうだけど、25抜けをやっぱ期待しますわね。これで前日比がマイナス 1% ぐらいで、まあほとんど動いてないですね。で、日足いくと、25名右上角度、 7MA も角度ついて、一応本日的にはこれ多分上げて下げたんかな、なんか細かいところに多分動きがあったんでしょうね。高値を更新しそうなところで行ったんですけど、逆に現在地では安値が25下がりそうと、まあここら辺は4時間の方を見て判断したいということで、でその4時間行くと、そうだね、こういうことやるわね。というのが朝の5時で高値更新したんですけど、次の時間で逆に25下抜けるぐらい下がってて、現在地はちょっと怪しいところですね。何をやったんでしょうねこれ。それは前日比で行けば確かにね、マイナス 1% ぐらいって全然動いてないじゃんと思いますけど、まあ、これ行った時思うわな、おっしゃーと思ったら、あーんってなるだろうな。なかなかあれだな、綺麗に上げてかんね。何あったんでしょう。バイナンスのチャートだからどっかみたいな、なんかバグとかそういう感じじゃないですよ。これなんでしょうというところで、私よくわかりません。ネタ的にもなんか出てないというところで、ニュース的な観点でもということで。はい、で次は、キャッシュ ABC。週足25名緩やかな右下、7名水平。ただ、ロウソクがね、俺もう3週間ぐらいいい感じの場所で25は触れそうなところに来ましたね。一応はマイナス 2% ぐらいなんですけど。相場環境的には特に変わっていませんと。で、冷やしていくと、順調っすね、25右上。前日比でマイナス 2% ぐらい下げた時でも、7目に触ってないんだ。強いっすね、これね。で、詳細4時間でいくと、強いっすね、2% 下げた割にはあれか。
25とか触ってないんだっていうのが25緩やかな右上、ただ現在時間で7円目下抜いて7と25の真ん中ぐらいにいますけど、強いね。 2% ぐらいでここまでしか下がらんのですか。週足のサポートまではいけないけど、まあ結構あれだな、意識姿勢である多いような状況でしょうね。ちょっと期待だな、キャッシュもな。はい、ということで次はテザー、まあ、確かにマイナス 1-2% で動いて時価総額も動いてないからこんなチャートを想像しましたけど、リップルのあのね、かけ離れた高値更新したりガッツンで25下抜きそうなところまで行ったら、それぐらいじゃ影響しんのですね。多分ビットコインぐらいの何流通量がないとあかんのかね。なんでテザー的にはそんな影響を与えてないということで、ニュース的な観点ででもビットフェニックステーザーステーブル絡み特にはありませんというところで、はい、次はライトコイン、週足25目緩やかな右下、7円目角度変わらず緩やかな右下、ロースがその少し上ぐらいまで抜けそうなところで、ただ相場環境的には変わってないですね。全然動いてないですもんね。25ほど遠いですし、週足目線ではまだまだというところで、で日足行くとここはちょっとね前進しだしたのが、25右へ向いて7円目右へ、まあ角度ついてロウソクもなんとか帰り離れて、前日で 1% ぐらい下がったって言っても7に触ることないんで、まあ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 いいとこじゃないですかね。週足の勢いは非常に弱いですけど、4時間行くと一応はこれ4時間足の範囲内で朝の9時、これで高値更新したんですね。強いね。多分その前の時間に更新したのをさらに更新したんで多分なったと思うんですけど、そんでもあれだな、その後ガッツン下がってるか、これリップルとなんか同じような症状だね。上がった分その分次の時間で下がってたって何でしょうね。これライトコインもなんか同じ症状出てますわね。単純なニュースネタとかじゃないかね、仮想通貨なんか一部ですかね。ちょっとこれよくわかりませんということで、はい、で次はイオス、週足25目右下、 7MA も緩やかな右下、ただロウソクは一応上抜いていますけど、相場環境的には変わらんすね。前日比でマイナス 2% ぐらい。全く週足的には影響を与えるような数字じゃないですね。で、日足いくと。こちらは順調なのが、25円目緩やかな右上、7円目右上割と角度ついて、ロウソクも一応買い離れてね、2% 下がったって言っても7に触ることないですから。強いね。日足までは強いんで、あるところに関しても。で、4時間いくと。こちらは逆にちょっと怪しくなってきたのが、25の角度は全く変わらず順調右上なんですけど、7MA 下抜いてって現在は7と25の真ん中ぐらいと、ただただ25の上にはまあ一応いますというところで、マイナス 2% でもこれぐらいならまだあれか、確かに怪しくはなってきたけど、週足レベルまでの復活があとあれか、全体的に遠いとこですね。はい、次はバイナンス、週足25目緩やかな右下、7目水平に近くなって、ロウソクに関しては素晴らしいですね。1ヶ月以上上げ続けて、まあ、もちろん25までは遠いんですけど、なんとかあれだもんな、7までは目処が立っとるというところで、これで前日比がマイナス 1% ぐらい、相場環境的には特に変わっていないというところで、で冷やしていくと、25目7目角度変わらずじりじり上昇して、ロウソクも一応は下がったといってもなんとか7の上おるから、まあ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 安全圏内って安全圏内ですよね。全体的に本当そうですね。週足は遠いんだけど、冷やしまではまあ楽な位置にいますよというところで、で4時間いくと、ただこちらがどうでしょうというのが、25の角度が緩くなって現在時間ではロウソクが触りかけてどうでしょう。下抜けまではいってないけど、ちょっとね、臭くなってきたところですね。ビットコインと近いような感じですかね。まあ、どっちの局面にこれ転んでいくのかようわからんすよね。はい、次は SV。週足30名、7名、特に角度変わりなく、ロウソク的にどうでしょう。安値が触っとるだけ嫌ですね。高値もじわじわ切り下げとるんですけど、これ下抜けてって角度変わってちゃうとな、あらあらってなるけど、前日換算ではマイナス 1% ぐらいで、まあ、相場環境には影響を与えてないですけど、ここの帰りが離れると、安心して寝れますわね。逆に下抜いて高値が下抜いていっちゃうと、まあ、さようならってところですよね。冷やしていくと。とは言いながらもなんとか上昇し続けとるのが、30名全く角度変わらず、乖離幅もものすごく離れて 7MA の上にいますし、順調だねこの足まではね。全く問題ないじゃないですか。4時間いくと。こちらもそうですね。30MA についた角度をそこまで緩めることなく、ただ 7MA を現在時間では下抜いていますと。30の上にはおるんで、まあまあここら辺下抜くまではですよね。週足の期待があるもんね。特にこんなとこじゃ身を引けんわね、なかなか。まあ、ほんとこいつ次第でなんとか仮想通貨の運命はかかっとるというところで。はい、次は。ステラ。個別ネタでなんかやられてたんでしょう、つまり。マイナス 7% なんですけど、チャート的にはただそんなに影響ないのが、 7MA は右上、 25MA は緩やかな右下、
ロウソク的にその真ん中ぐらい、一応高値が瞬間的に抜けた時もあって期待できるところはあるんですけど、なんでしょうね、個別ネタで下がってたんですかね、これはちょっとよく分かりませんということで、で冷やしていくと25目右上、7目も右上、ただ本日は7目でちょっと引っかかりそうだとか、そうだな 7% ぐらい、それあれだよな、あかんまな、何のネタか分からんですけど、それでも25との乖離はまだまだあるし、順調っちゃ順調そうね。で4時間いくと、ここは逆に怪しくなってきたのが、25の角度緩くなって7目一気に右下急角度ついて、現在時間では25を下抜きそうなところまで下がってきましたもんね。個別ネタだと思うんですけど、何でしょうね、曲げた後の反動か何なのかよくわからんですけど、はい、ということでそれで最後はドル円、例によって昨日の似たような時間から追っかけていきますと、昨日の2時短期下向き109円ぐらいで推移しとるところ、そんなあたり右下向きながらじわじわ移動しながら、ロンドン入ってもそこまで大きな動きは見せず、じりじりと動きながら、まだまだ長いね、ニューヨーク入った後ぐらいですか、夜中の1時、ここでまあまあ長いのつけて109円割ってった108円8銭とか見えて、中期下抜けも視野に入ったところ、ただ夜中なんとか戻して朝方アジア入って、なんとか朝6時、これで108円9銭、短期中期が交わるところろうそくにまで戻したんですけど、その後がずるずるやられていくんですね。朝8時あたりから108円9銭、このあたりからどん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 下げていって、お昼の1時これで108円6銭まで来ましたと。当然短期下抜け、現在時間では短期にも届かんところ、108円7銭ぐらいを推移、当然中期よりも下と。冷やしていくと、中期の角度は変わらず、短期もなんとか水平気味、ロウソク下抜けるまではいかず耐えとるところですね。ここら辺が正念場ですね、本当にね。中期の角度はあるんで、まだまだいけると思うんですけどね。大きく下抜くっていうところはまだ考えにくいと思うよな、どこで。で、周波数いくと。短期、中期、角度変わらず、ロウソクもちょうど真ん中ぐらい。ただ、瞬間的な高値が中期触るの見えてきたもんで、もうこれは期待だわな。多少下がったくらいじゃ、これも仮想通貨同じようでね、引っ込めもな。いや、これは本当わかりますというところで。はい、ということで、そんな感じも来まして、最後はせっかくなんで、20何%も上昇したテゾスへ来ましたけど、上場して間もないためにこれぐらいのチャートでちょっと分からんすわね。これだけじゃあれだもんな、移動平均線的には難しいもんな。そう、上がってったというのは分かりますけど、何のネタでただ言ったんでしょうね。週足でこれだから、それあれだろうな、目線は上っていうのは明らかなの分かるんですけど、上場した後で微妙に判断しにくいですよね、これはね。コインベースプロとかで見てもそうだもんな、ちょっとこれは判断しにくいなということで、日足いてみても、これもそうですわね。当然、日足レベルのね、25の上にこんだけ乖離離れて高値ズバッと更新して、まあ、上っていう目線は確かにわかりますから、何なんでしょうね、ネタ的には。ニュースとかも一応見とんですけど、なんだろうな。まあ、前のアンテナに引っかかっていこうってことは、そんな情報はいくらでもあるとか言われそうですけど。で、4時間行くと。こちらもじりっぽいところ、ほんと一気にやらかしてたんでしょう。なんでしょうね、これね。ビットコインとかこんな風になると全体的にフィーバーになるんですけど、さすがにテゾスだけじゃそこまであれだな、時価総額を大きく上げる動きにはないですもんね。テザーに関してもそんな影響を与えてないわけだから、そこまでの多分流通量じゃないということでしょうね。まあ、そんな感じで来ましてね、個別でなんかこうやって爆上げしてるのありますけど、時価総額上位も全体的に下げて、まあ、ステラは別物として、じりっぽい動きをしながらも、リップルだけちょっとなんかおかしいですね、あれね。極端に高値更新してあげたとこあったら、急に次の時間下げてて、なんでしょうというところで。ただ全体的には一応週足は遠いんだけど、日足レベルまでまあまあ安全地帯におるというところで。ステラとかもね、週足のタッチとかリップルに関しても、割と近いところにあるから意識せざるを得ん状況だから、その期待があるもんで、私的な言い方ですると、なかなか引けんとこですわね。いや、私的にね。SV なんか逆にね、30円目を下抜いていくか、帰りが離れるか、そこら辺も焦点ですし、ほんとどっち行くのか、早く蹴りつけてくれってとこですよね。楽になりたいってこと。こんな手術みたいな。一気に逆のベクトルに行ってくれやは簡単ですけど、ドル円に関してもまだまだ角度はあるで、なんとかいけるんじゃないかなと思ったんですかね。仮想通貨的にもどっちか言うと、もう一回戻していく方のが乖離幅的に近いか高いんじゃないかなと想像したんですけどね。まあビットコインがこけたら多分全部こけると思うんですけど、はい、ということでそんな感じ。以上、2019年11月7日本日の仮想通貨時価総額の上位10等分にテゾスとドル円の相場考察でした。そんな感じ、終わり。